うわぁ、相席食堂おもろいなぁ。いや、面白いよね、相席食堂、ね。ちょっと待てぃ。いや、千鳥さんも面白いし。ねえ、これ押したいもん。ちょっと待てぃ。ひろちゃん、何やねん。あら、こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんちゃだけんだよ。な、立ち上も来とった？はい、お邪魔してます。来とった？あ、ありますよ。おぉ、ちょうどよかった。何やねん。いや、あのね、新しくね、ママさんバレーチームにね、うん、新入社員が入ってこらっしゃった。新入社員って部員だよ。部員よ。うん。入ってこらっしゃるの3人ばっか。で、今度ね、新入部員ば集めて歓迎会しようって言って、ね、飲み会すっとった。そこでね、せっかくならって言って出し物しようってね、なんか盛り上がったら坂本さんがね、なんか、おらすとなんか今、有名なさ、ダンス踊る人、女性の、学校のリーダーかなんか新しいっていう、新しい。ああ、なんか流行ってますね。学校のリーダーが新しいかなんか、おらすぞ。新しい学校のリーダーズな。なんで、リーダーが新しい学校？じゃ、新しい学校のリーダーズ。まあまあ、よう知らんけど、それなんか、おらすとだろ、なんか新しい学校のリーダーかなんか。もうええわ、はいはい、それで。ね？おらすでしょ？いや、ね、なんかその人らがすごいなんか、かっこよかしね、ダンスも面白かけん。みんなで、踊ってから、その、新入、部員の歓迎会の時にやろうかって、今話題になったわけね。今ずっと家で練習しちゃったんだ。なんか面白そうですね。すげえんだろ？はい。知っとるあんたも。あ、知ってます。今流行ってますね。はい。私たちも久しぶりの昔のね、セーラー服はね、おろしてからもう入るか分からんよ。もうやめてもう。うん。いや、あるけんばあちゃん家に昔着ようたセーラー服は。もうお母さんたちの時はここが長かったばってんすかと。ええ年こいって。だってそのね、学校の新しいリーダーとか、ここがなんね、ここは。ほつかもね。そうなんですね。だけど、ね、驚かなと思って。分かってる。欲しいでしょ。やめてもう。つりあいやかな。この口に。友達の前でやめろって。えどう股間口ね。面白いっす。面白いっす。分かってる。欲しいでしょ。テンション上がりよるから、やめろ。この唇。いや、これは私、ね、面白くない？ちょ、面白ったもん。お前が笑うから調子乗るんで。ママさんバレーのさ、5人ぐらいでさ、おばちゃん、4、50のおばちゃんが、これはちゃんと踊ったら面白いと思う。はい。ねえ、はい。うわ、食ってる。これしたらなんかもうラグビーの墓のことだね。うわ、こ、ふんぼ、ほーって。ちょ、言ってても。ちょ、笑うなって。ほんまに。ねえ。うわ、ほら、もう調子乗るやん。欲しいでしょ。まずいやいやかな。この唇てってるてってるてってたらたたたたって言ってくれお前の母ちゃんおもろいなおもろいいやいつでもあの呼んでるわけない出てやるけん私イベントとかお願いします呼ぶかこっち引っ張りだこなるかもしれんばい私たちのママさんバレーチームは呼ぶわけないやろいやちょっとまた完成したらまた店に来るけんもういいってお願いしますお願いしますとか言うなチャンネル登録よろしくねー。